はい、もともと、私の柳沢清先生の研究室でインドのことを研究されてたんですけど、その中でも特に融合寺院という、特殊な景観を形成している現象がありまして、それに非常に興味を持って、それの形成プロセスというのを明らかにしたいと思い、このテーマを選びました。そうですね、構造や都市などもそういった分野の壁を越えていろいろな研究をなされていて、それのどれもがとてもレベルが高いもので、畑違いの私でもすごく面白く、勉強になるものばかりでした。私の、論文を無理に参考にする必要はないですけれども、自分が興味を持ったことを同じぐらいの、それを超える熱意でやってほしいと思います。